はい、どうも、こんにちは。ボケです。オーディエンスフィア続きをやっていきましょう。ちょっとここからが、久しぶりのプレイとなっております。ちょっと別途ね。作戦が失敗し、あ、始まってしまった。魔王軍は意気消沈しているに違いないわ。前哨戦であのありさまなら、魔王など恐るるに足りません。次の戦いでは、ベルドー殿がドラゴンを差し向けるとの話。我が軍の守りは鉄壁です。ちょっとね、今までオボロ村正をね、プレイしておりました。久しぶりのオーディンスフィアのプレイとなります。オーダインの魔女も、一皮むけば弱々しい人間の娘。敵将グリゼルダを貫いて、我が槍はそれを証明してみせたのだ。騎士様の武勲と献身は、例えようもありませんわ。これ、グエンドリンの話の一つ手前っていう感じかな。これはオズワルド殿。ブロム殿が裏切り者とは今でも信じられません。信じられませぬ。活躍は耳に入れておりますぞ。魔剣の力もっと見せつけてくだされ。ブロムは冥界に行ってしまったんですよね。腹が減っては戦えません。御用の方はどうぞ。まあどうせね、買うものはないんですわ。で、どうしようかな。なんだっけ、モーリーじゃなくて、やべえ、いろいろ忘れてしまってるな。モーリー、プーカのレストラン。プーカのレストランはまだいいかな。私の影に立つな。なんだこいつ。死の匂いで、私の影までも汚れる。相当嫌がられてるね、オズワルド。じゃあ今回は吹き荒れる嵐の戦場。前回メルセデス編のね、最後のステージとなっておりますね。ここでオーダイン率いてないわ。魔王軍と戦うんだ。準備は万全じゃ。オーダインめ、目にもの見せてくれる。陛下、今一度サイファーの量産についてご再考。我らにはベルドーの竜がいる。そなたの魔剣使いもおるではないか。コルドロンさえ抑えれば、我らが生きるだけのフォゾンは足りる。我が身を儲かすような毒をこれ以上持つ必要はない。何をふぬけたことを言っているのだ。オバウエの考えは甘すぎる。エルヴィン、わからないのか。サイファーは魔王に対抗するためには不可欠なのだ。口を慎め、メルヴィン。皆の前で玉座にあるものを批判されては捨ておけぬことになる。口が過ぎましたるはご容赦。これもひとえに国を思えばこそ、臣下としてではなく老いとしてあえて苦言を呈したまででございます。エルヴィンね、この時からこんな感じだったんだね。あの女、全く対局を見ておらぬ。オズワルド、出るのか。ああ。お前は圧倒的な強さを見せつけて、剣の力を示さねばならん。多くを殺せ。抜かるな。多くを殺せ。メルセデス様、本当に戦場に赴かれるおつもりか。おや、もちろんよ。お母様の目の前で手柄を立てるんだから。あそこ、あの場所にメルセデスもいたんだ。国を守るように仰せつかったではございませんか。いや、いなかったよね。それも立派なことですぞ。留守番なんてメルビーにでもさせておけばよいのです。目の前におるやん。ほら、メルビン。戦はお任せを、メルセデス王女。心安らかに吉報をお待ちください。お待ちください。嫌です。私も行きます。わかりました、王女様。さあ、こちらへ。メルビン殿、気を悪くなさらんでくれ。女王に何かあれば
あの生意気な小娘が次期女王か。何か暗躍してるんだろうな、多分この最前線で。そうやってこう、オズワルド。戦地に赴き、サイファーの圧倒的な力を読めなかった。なんて読むんだ、あれ。じゃあね、進んでいくよ。あと、いきなりか。まあ、問題ないな。ちょっとね、久しぶりのプレイで不安だったんですが、いけますね。もっとスピード、シュパシュパ動く方法はないのかな。オズワルドはね、移動がどうしてももどかしいんだよな。何これ。吹き荒れる嵐の戦場、ワルキューレリーダーがいる部屋で3分待たなきゃいけないの。何それ、どこだろうそれ。そんな条件もあるんだ。ワルキューレリーダーがいる部屋。なんか新しくスキルって覚えたんだっけ。あ、サーペントグリーブ。前方へ跳ね返る黒煙を放つ。やってみよう。あ、これいいじゃん。こういうのが欲しかったよね。マジックレシピゴールド。傷つけた相手の生命から金を生む魔法薬。戦争の資金繰りのために発明された。そんなもの、生命から金を生む超錬金術じゃないですか。シャインじゃないや、オニオンヌがいっぱい。これセットしておこう。サーペントグリーフ、こんな感じかな。ここは鍵がかかっている。こっち側に行くと新しいねスキルが手に入る。直したか。まあ問題ないですね。全く問題ないわ。オリスワールド、ちょっとレベルを上げたいんだよな。シャドウバイト、なんか闇っぽい感じのスキルばっかりだな。地を這う影を放ち、敵の足元から攻撃する。どんな技かな。ここはワルキューレリーダーなんていなかったっけ。いたのかいなかったのかわからん。戻ろう。あ、鍵が出てきた。プチた鍵。これどこにあるんだろうな。鍵を使って先に進んでいきますね。じゃあレストステージにやってきましたが、まだね、モーリーのレストランは解放されてないんだよね。兵隊さんに物資を勘おった。ラウンドマップとコリューの鍵が売ってるの。買わなきゃいけないんだ。そんなところかな。じゃあ進んでいこう。特に何もなかったな。ミドルボスがやってきたぞ。お前か。危ない。待って、あのね、これじゃないや。シャドウバイト。ああ、そういう感じなんだ。言ってへんな、なんで。何が起きた今。ああ、勝てるやろ。吹き飛ばされてしまうんだな、これやると。バーサーカーモードかっこいいんだけどな。あ、積みよ。余裕で勝てたわ。余裕でございました。2つ目のコリューの鍵、何個使うんだ一体。問題なかったね。こんな広い、こんなに広い。あ、じゃあ下から向かっていこうかな。全体、まださらにね、コリューの鍵が出てくるんだけど、そんなに何個も鍵を使う場所、あ、あるな。確かにある。
とりあえず下に行こうかな。下に行こう。下に行こう。何回言うやねん。ね、まずここ。待って、なんかその辺に落ちてるの、とりあえず拾っとこうか。多分ここ使うんでしょ。まず一つ目の古竜の鍵。ここには何がある？ん？王家の鍵？何王家の鍵？そんなに鍵がいっぱい出てくるの？鍵出てきすぎじゃない？そんなにいっぱいあるんだ。反対側にも鍵がかかっている場所がある。あ、こっち側はバトルステージだった。マルベリーの実。ドワーフが出てきたな。こいつ爆弾振りま、爆弾ばらまくのがうざってすぎるんだわ。危ない。まだ来るのか。まずいぞ。よかった、スコアが下がるかと思った。ターニーはこれ以上持てない。で、逆襲の指輪、HP 減少。とりあえずつけておくか。そこまで HP 下がることあるかな。どうかな。まだね、鍵が必要だと思う。多分この上、この石のブーツがある場所に行くには、もう一個ね、鍵が必要だと思うので、この左端のところまで行こうかな。で、そこに行くためにまた鍵が必要ってことなのか。そういうことか。まあ、いいや、左上にね、ちょっと向かってこう。強いな、これ。非常に強い。強化しようかな。スキルをちょっと強化していきましょう。これね、非常に使いやすい。なんていう技だっけ。これか、サーペントグリーフ。アタックプラス1の最大 PP プラス1。スキル威力アップ。これは非常に使いやすい。敵もね、跳ねのけることができるんで。保存が足りなくて、まあ、サイファーマスタリーも上げたいんだよな。他には、シャドーバイトはね、どうかな、使いやすいかな、わかんないんだよな。クレーズグリップと、シャドーバイトはちょっと置いとこう。ここはもしかして、王家の鍵が使える？あ、鍵が合わないようだ。鍵が合わないようだか。まだあるのじゃ、古竜の鍵。あ、ここ石が。なるほど。石のブーツがないとこの先進めないですね。じゃあどうするんだ。ここの鍵ってもしかしてその右側が王家の鍵だったりするのかな。右側に行ってみますね、ちょっと。ここの鍵はもしかして王家の鍵？ここで使うんだ。バレンタイン王家の鍵だよね、多分。ここはミドルボスか。ミドル、違うな、普通のバトルステージだ。シャドーバイトじゃなくて、まあ、とりあえずセットしとこうか、これ。このね、クレーズグリップ。投げ技なのか、わからなかったぞ。強いのかどうかもわかんなかったな。判断難しいな、これ。この先、この先。わかったわかった。勘違いしていた。この石のブーツのところに行くには鍵が必要なかったんだ。ミドルボスがまた来てしまったな。2体いるのか、もしかして。邪魔くせえな。シャイン、ドマーフがやたら出てくるんだから。させるか。飛びすぎてしまった。どんだけいるんだよ。やりすぎじゃない？どんだけいるんだよ。
ね、サイクロンを投げようかな。お前も投げるか。倒した。オズワルド強くない？いや、初めはね、結構操作感が難しいなと思っていたんだけど、なんか久しぶりにやったらね、普通にこなしていけますわ。そしたらね、まだ隠し保存プリズムがどこにあるのかもわからないんだけど、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。次回は、この残りのマップを埋めつつ、新しい隠し保存プリズムを探して、ボスもね、倒していきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。